ただきます。それぞれの企画で勝利し2勝以上できたら鹿島さんにはアッセブチャンネルにたくさん出演できる権利を差し上げます。ずるい。待って待って、負けたらどうしたの。絶対負けたら、はい、ただし負けてしまった場合世にも恐ろしい罰ゲームが待っていますので覚悟していてくださいね。いとのことです。なんだろう。チャチャラチャラチャラチャチャテンテテ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 パフ。はい、喋りはよく滑るくせに滑り台は全然滑らない林家つらぞうです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、最近一人暮らしを始めたのですが、最近言われる悪口は早くお前茨城に帰れよです。茨城県みなりです。よろしくお願いします。最近地上波デビューいたしました、行列のできる超絶美少女メイドの鹿島です。よろしくお願いします。はい、最近鳥かごの前を通ると必ず威嚇されます文鳥亭シロロです。よろしくお願いします。はい、顎関節症小エビです。皆さん、エビが長生きするって知ってますか？ロブスターには寿命がないんです。そんな私は永遠の17歳、今日も元気に頑張ります。小エビです。よろしくお願いします。すごい、めっちゃ考えてるじゃん、ね、びっくりしちゃった。はい、ということでですね、これから2問の大喜利のお題にね、皆さんには答えていただきます。面白ければこちらにあるミルキーはママの味をプレゼント。ママ食べたい。はい、ちゃんがこの中でミルキーを一番多く獲得した場合は勝利ですが、はい、他のメンバーの方が多かった場合その時点で負けが確定しますので。ちょっと待ってよ、ひどくない？ちょっとまあでもこれがあれですよ、はい、YouTube のハードルですよ。え、本当ですか？みんなこういう試練乗り越えました？お前の何倍動画出てると思ってるの？ごめんなさい、怖っ。アセブチャンネル、アセブライブーイング、アセブ内での新ルールとは。はい、おー、待って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 、大ブーイングでしょ。メンバー大ブーイング、アセブ内での新ルールは、はい、2019年アットセブンティーンはこれから K-POP アイドルを目指します。ちょっとパッチリにかけますね。ブブー、ダメです。ちょっと待って、わかんない。はい、あ、ではミナリンさん、メンバー大ブーイング、アセブ内での新ルールとは。レッスン中にプーってするのなし。え、するのはあなただけだから、本当に。え、いない、なんかみんな常連みたいなやめてもらって。してる人いない。みんな普通しないからね。無理かもしれない、大谷、はい、大谷じゃない。お、では顎関節症小指さん、メンバー大ブーイング、アセブ内での新ルールとは。移動も全部メイド服。あー、何それって、普通に生きてる中でメイド服でってこと？電車とか、もう保育にももう可愛くしてなきゃいけない。え、だって山手線とかもこれでしょ。そうです、そうです。え、きつ、やだ。全部メイド服絶対やだ。嫌ですね。あ、でも嫌だってことはいいってこと。じゃあ、小指ちゃんにミルキーちゃんを出てみた。なんで、何が今ミルキーだった？はい、では、鹿島ちゃん、アセブ内で大ブーイング、アセブ内の新ルールとは。これからは全員すっぴん。え、でもブーイングはするでしょ。はい、わかりました、喜んでとならないでしょ。ならない。え、ほら、いやでもちょっとマジレスすぎるのでなし。なんでよ。ちょっと待って、いや本当にさ、地上波立てませんちょっと。まだ後編見てくださいよ。私あとないんですよ。ちなみにチロロさんどうしました？やばい、何も出てこない。じゃあ、はい、じゃあチロルさんいきますよ。メンバー大ブーイング、アセブ内での新ルールとは。え、移動は全部駆け足。可愛いからオッケー。なんかさ、もうさ、顔とか言われたら無理じゃん。え、待ってよ。わかった、はいはいはい。はい、じゃあ鹿島ちゃん、アッセブ内で大ブーイング、新ルールとは。アッセブ新衣装、全身タイツ。いやいや、それはやだ。やでしょ、やでしょ。あげちゃん、やだもん。やった。これはお情けじゃなくて、ちゃんと私の実力で獲得したミルキーです。はい、はい、鹿島ちゃん、行きます。アッセブ内の新ルールとは。はい、アットセブンティーンのメンバーは全員つららさんリスペクト軍団に入る。やだー。うわ、やだー。全然入んなよ。やだ、絶対やだ。やだよ。やですよ。あげます。ありがとう。あげます。獲得。アッセブチャンネル、影寺さんが突然のキャラ編どうだった？キャラ編、キャラさんといえばどうですかね。皆さんどういうイメージですか？みのりよく真似するじゃん、影さん。やって影さんの感じ。うわ、なんかさ、うわ、めっちゃ言う、めっちゃ言う。
やだ。めっちゃ言う。はい、そんな影虎さんですが、キャラ変をねしちゃいましたね。どうなっちゃいましたか。はい。お、じゃあ鹿島ちゃん、影虎さんが突然のキャラ変どうなった。常にドラえもんで喋る。え、それは見たい。歌もライブもドラえもん。それは好き。で、歌う。影虎さん、出てこれますか。ハートの雪もあなたの曇りで。おぉ、何の歌。シュガシュガ。あ、これか。あ、何の歌かと思った。いいね、悪くない。あ、いい、ミルキー1個あげちゃう。え、私じゃん。やった、いいの。ありがとう、影虎。あ、じゃあこれでありがとうございました。ありがとう、ありがとう、大好きのかげとら優勝してでした。お、じゃあジロールさん、かげとらさんが突然のキャラ編どうなった。必ずレッスンの30分間にってみんなやるよって言い出した。やばい、やだやだやだ、めんどくさい。そんなかげとらさん一番いつもね、ギリギリだもんね。まあ、これはどういう基準で決めたらいいかわかんないんですけど、とりあえず、つららさんの独断じゃないですか。そう、やっぱりちょっとかけとらさんが急に張り切っちゃうのは困るので。はい、ということで、じゃあラスト1人。待って待って。はい、じゃあ最後、小指ちゃんが、かけとらが突然のキャラ編どうなった。博士さんをリスペクトし始める。かけとらやろう。かけさん、かけさん。あ、来た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 。はーい。タンポポを数えるときは1ポポ、2ポポ、3ポポポって数えます。みんなハッピーになりたい。めっちゃやだこれ。やだ。じゃあ やっといて。じゃあ影虎さんがうまくできなかったから、ミルキーポイントあげる。あ、でも影虎にはあげないの今回は。あら、ちょっと下手だったからダメです。いや、できんの。できんの。はい、ということで、カン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 。みなりんからね、チョコの個数を発表してください。はい、3個。おやおやおや、0個。あ、1個あげたつもりだったのに。いや、なに。めっちゃおかしくんだけど。かしまちゃん、かしまの本日のミルキー3つです。イエーイ、嬉しい。チロルさんは。はい、2つでーす。イエーイ。小指ちゃんは2つでーす。おー、ということで優勝は鹿島ちゃんでーす。やったー、嬉しい。いや、マジか。